はいどうもこんにちは。左利きの寺小屋ですじゃあえっと前回のね、えー、堀江貴文さんのね、えー、話の続きをしていきたいなと思います。でここからはその堀江貴文という人物の、えー、についてしゃべっていきたいです。まあその堀江貴文さんがどういう、まあ、人生のノリを えー、歩んできたのかっていうその僕がちょっと気になったところと、まあ、その令和の虎のね、えー、時に出演した堀本、えー、堀,堀江さんのね、えーまあ、やり取りの中で、まあ、それがどういう,うにこうにテクノリバタリアンという観点から、まあ、説明がつくのかみたいなっていう話をしていきたいなと思います。はい、でここからは堀江貴文さんの、まあ 生まれみたいなところの話なんですけれども、まあその僕が人を見るときに、まどういうところを大切にしているのかっていうと、生まれの環境と思想っていうのを大事にしているんですよね。で、その中でいつその文字と触れ合う機会があったのかっていうのを僕の中では大事にしているんですね。まこれは言い換えるとその誰が 堀江貴文という人物を作ったのかっていうね、えー、考察じゃないですけど、まあ、そういうところになっていきます。で、まあ、九州の田舎の方なんですかねのところで生まれてでお父さんとお母さん二人ともね読書家ではなかったんですよね。というのもその家の中に百科事典がねあったんですけれどもそれぐらいしかなかったそうなんですって。 で、えっと、5歳の時に、そのお父さんとお母さんも別にその読書家みたいなノリではなかったんですね。で、ここは結構僕は大事なところと思っていて、やっぱりね、人が成功する確率上がるのって、まあ今ね、三木谷さんのね、ところを勉強してるんですけれども、三木谷さんのね、本読んでるんですけれども、あの方のね、お父さんはね、三木谷良一という、 えー、経済学者なんですよねだからものすごく文化資本に富んでいるんですね、まあ、その知識量が異常に、まあったりとかするんですよねでその経済学者の友人を、まあ、経済学者同士の同業者同じ経済学者の人教授とかを、まあ、自宅に招いたりとかしてて、まあ、彼らのしてる会話とかが、まあ、聞こえてくるような環境だったんですよねでその柳井正さんもえっと まあ、商、えっとね、商店街みたいなところの生まれの人で、で、隣が本屋さんだったので、まあ、本屋さんの人から、なんか漫画とか、なんかいろいろもらってたりとかしてたりとかしてて、まあ、そんな感じで文化資本がこう、形成されて、まあ、行ってるわけなんですよね。で、あの人自身も確か早稲田大学だったかな柳田正さんね。まあ、行ってたりとかしているので、で、お父さんも、なんかね、うん 政治とかのなんか支援団体が分かんないですけど政治とかにお金出せちゃう人って結構権力者だったりとかしたのでまあ経済的にも分割資本的にもまあえ恵まれたところの中で柳井正という人物がまあ作られているわけなんですよねで僕はその初めその 堀江さんが幼少期の時からなんかそういうあのいいね高校とかも出てるいい高校出身でなんかね九州一で進学校みたいなところだったのかなまあ出てるとかって言われてたのでまあそういうご家庭だったのかなって思うとまあ実はそうではなくてその2人とも別に本を読むような習慣ではなかったと。 でたまたまその百貨店辞典ブームみたいな時があってその時にお父さんが買ったその百貨辞典唯一それがあったんですよねでその堀江さんはその5歳の幼稚園ぐらいの時にもうやることがなさすぎて田舎だからその百貨辞典読んだことがまあその世界の広さっていうものに出会った瞬間なんですよね でまずその5歳で百科事典読めちゃうってすごいですよね5歳で百科事典読めるっていうのがまあ結構そのなんか脳のね言語能力に関するある特異得意点がねあるように見えるんですよねでかつまあ現象としてはものすごくとまあなんだろう郵便的だなって思ったんですねでこの郵便的っていうのはあの郵送とかね あの郵便ですねメールを送るあの郵便局とかでねあの郵便的だと思っていてこれはその東さん東博樹さんがね言った概念なんですけれども僕はその東さんの著作は積んどくでまだ読んでないんですけれども「世界は贈与でできている」って本の中でこの「郵便的」っていうそのアイデアの簡単な説明をしてくれててそれが面白いなって思ったんですよね。 でまあ、その世界っていうものは贈与、まあ、とかでできているとで人から何かこう施しとかがあったりとかするんですでそれって、まあ、例えば学校の教育とかでも一つの例で、まあ、教育というものが先人たちが、まあ、その後世に伝えられるように、まあ、その教育というものを、まあ、残していってるわけなんですけれどもじゃあその教育 を通して自分の人生が開いていくか後世の人たちが開いていてくかそうじゃないかっていうのは結構そのこういうの蓋然性っていうんですかねある種の偶然に開かれているわけなんですよねつまりそれと教育とマッチして自分の道が開いた人とまあその教育とは縁が当たったんだけれどもまあその縁がなかった人。 ななんかかいいかな別にその勉強頑張るとかいいかなっていうまあ現象って出てくると思うんですね。でこれはそのまるで郵便物を出した時にたまに届かん時があるみたいな。届く時もあれば届かん時もあってまあなんかその届くか届かんかっていうのは結構運によって決まっちゃうんだけれどもまあ現象としてはまあそういうそのある種の偶然性に開かれている。 そうよな現象をまあその郵便的っていうふうにまあ僕は解釈してだから結構その堀江貴文という人物が今の実業家としての堀江貴文つまり情報ジャンキーというねまあ大量の情報をインプットする人物としての堀江貴文になったかどうかっていうのは僕はその偶然その文化資本とかまあ,あまりない えと家庭で唯一そのあったその百科事典という存在しかもこの百科事典もなんかその当時百科事典ブームがあってお父さんもそれを買ったとでお父さん自身は別にそれ進めてなかったのでお前これ読めようみたいな子供に進めてなかったのでまあインテリアみたいな感覚で買ったお父さんの所有物みたいなものに読んでいいのかなよくないのかなってやっぱ不安が なががらに手に手取ったったていうのがね最初の印象だったらしいんですけれどもまあそれによってその情報の大切さみたいなものにの堀江貴文という人物になったのでまあ結構ね,偶然的なんですよねだからなんかここは現象としてものすごく面白いなって思って。 なんかその人という人物を見る時にある種の再現度っていうものが僕の中にあると思っていて例えばなんですけれどもそのね三木谷さんのケースだったらお父さん経済学者でお母さんもあの本田忠邦っていうね あの徳川家康の四天のとさえている超強力なあの武家の出身なんですよまあ必然的に経済力文化力が高い家庭で生まれてるわけなんですよねお父さんの三木谷良一という方もまあ経済学者でありその地筋をたどるとまあ商人なんですよねその米田原商人みたいな当時の江戸時代の有名な米田原商人出身のバックボーンだったんですけれどもっていう家庭の中で生まれると その子供たちって、その文化資本が高くなる確率って、高いんですよね。再現度が高いというか、パーセンテージが高いんですよね。実際、三木谷博士さん3人兄弟だったと思うんですけれども、えっと、研究職とかについてたりとかしてるんですよね。で、その、もう一人が医者だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、でも全員やっぱ工学歴なんですよ。再現性が高いんですよね。 でその再現性のパーセンテージをやっぱ高めてくれるんですよ。その、どのような文化資本なのかで、どのような経済的状況なのかによって、まあ、ある程度こう、まあ、すあの関係性があるんじゃないかな、相関してるんじゃないかなって思ったりするんですよね。なんか、成田さんのところもね、その、なんかお父さんがいなくなったとかって言ってるんですけど、お父さんもなんかものすごいなんか知識人みたいな、知らないですけどね、YouTube のショート動画でちらっと見た程度なんですけど、まあ、やっぱりその、 文化資本が高い人のもとで育った人は文化資本になる再現性が高いんですよね確率が高いんですよねでも、まあ、そういう状態がなかったところからスタートしてるのが堀江貴文という人物なのでここはものすごく面白いなと思うわけなんですでそこでその「百科事典」を読んだ時の感想っていうものが もうなんか5歳の時点で我々と堀江貴文という人物の,あの大きなこう人生の分岐点がもう5歳にして決まってるんですよね。高校から勉強頑張ったとか頑張って僕たちと彼のえと人生の岐路が分かれたのではなくてもう5歳にの時に「百科事典」を読んだ時点でもう僕たちと違う人生を歩んでるんですよね。 これどういうことかっていうとその当時5歳の時にその保麗さんが「百科事典」を読んだ時に思ったのがものすごい知識の量を知ったと同時に自分の住んでいるこの田舎の場所っていうのはう宇宙の中の一つに過ぎないんだっていうことに気づいたっていうのを5歳で気づいてるんですよねまあメタ認知みたいなものにねもう獲得しちゃってるんですよ。これがえぐいっすよね。 その自分たちは閉じた世界にいてることに気がつかないままある程度の年齢まで過ごす人もいればもうずっと閉じた世界の中がその世界のすべてであるって思っちゃう人たちもやっぱりいてるわけなんですよね。でその中でいや自分たちの世界は宇宙のもう塵と同じなんだもう宇宙の中のちっちゃい世界でしか僕たちは生きてない,生きてないんだと。 時間的にも歴史的にもその世界の横縦軸でも横軸でもね世界という地理的な中でもものすごい世界が広まっているんだっていうねっていうなんかその無知の自覚みたいなものに出会うわけそして宇宙の無限の可能性でこの宇宙っていうのはまあいわば比喩でまあもっとこう可能性のある何かがあったりとか自分たちはその ある鳥籠の中に入ってたことに気がつくと。約束のネバーランド状態ですよね。実はここは農園だった、農場だったんだっていうことに気がついたのが5歳。もう5歳なんですよね。もうそういうことなんですよね。もうこの差なんですよね。我々が20歳でそれ気づいたとしても、もう堀江貴文という人物はもう15年前か5歳の時にもう気づいてるというわけなんです。だから、もう堀江貴文という人物はどこでできたかっていうと、僕の中ではここの、 5歳の百科事典を読むっていうのがまあ彼が彼たらしめるまあ原体験だったと思うんですでその後彼はまあ小学校の時からね普通に子供と普通に子供が遊ぶように遊ぶんですけれどもでもやっぱりちょっと違うんですよねその秘密基地を作るにして遊ぶにしてもなんかその秘密基地のストーリーを作りたいとかなんどういう設定でこういう秘密基地作ってんのかとかなんかそういうのを説明したいみたいなとか なんか川で遊ぶ時とかも堀江隆文さんはなんかこう土とか石とかを持ってきてなんかダムを生み出したりとかしていてなんかその川の流れを変えたりとかして遊んでたみたいな,みたいな感じなんですよだからなんか普通に遊ぶにしてもちょっと頭を使って遊びたいっていうのが背景にあるんですよねでそれを支えたものにはそのこの世界の可能性無限性と可能性 というものがやっぱこうあって、その中で自分というものは、ちっちゃい,いかにちっちゃい存在に過ぎないんだっていうところに気づいている点なんですよね。だから、そのそこからこう勉強を頑張って頑張りたいみたいな。で、塾とかに行かしてもらって、で、すごくいい塾。その。えっと、成績のものすごく賢い人たちが集まる塾でも、まあトップ層に入ったりとかするんですね。 でもっと面白い人間が出会えるかもしれないと思って高校とかに行って、まあ、そのものすごくレベルの高い高校に行く進学校に行くんですけれどもなんかねその違うなってなったんですよねそれはその堀江貴美さんが確かにその頭のいい人いろんなものを知ってる人とかが、まあ、クラスにはいたんだけれどもでもみんな面白くないって言うんですよねそれはその 彼らの将来とかが、まあ、うちの家の九州の田舎の,、まあ、その医,者医者を引き継ぐとかあとはその弁,弁護士の,その,なんかその親の家業を引き継ぐみたいな,なんかそんな感じでずっと九州の田舎に閉じこもってる世界なんですよね頭良くても閉じてるんですねだからここから堀江隆文という人物は、まあ、彼らが、ね、面白くない頭良くても面白くないという感覚に出会うんですね この感覚って僕は結構面白いなって思っててなんかその頭いい人って結構なんかなんかこう無差別になんかすごい人って思ったりとかするかもしんないんですけど彼その堀江貴文にとっては凡庸な高度情報処理者みたいにやっぱ見えてしまうんですよね思想のないその有能な人 のよううににやっっぱこう目に映ったんじゃないかななと思うわけでなんかそのなんか違うなっていう感覚はなんか結構面白い感覚だなとまあ思いますね。っていうのがまあ彼のねその生まれた時なんですけれどもやっぱりその5歳の時に百科事典読むってえぐいですよね。それがこう振動たるゆえんですよね。っていう感じでまあ東京大学に来てで ここの95年代あたりのなんかそのインターネットの登場、インターネットというものが一般家庭にも広げられるっていうところは、なんか改めてなんかこう勉強したいなってあの思いました。なんかインターネットとは何かみたいな。 感じですすねそれがすごく面白いもともと、まあ、はその投資衛星の、えー、安月給でそのプログラミングのバイトをしてて、まあ、給料いまいちだったから辞めてもうちょっと給料のいいとこ行ってそこで働いているうち,るうちにあれ仕事ってこれ個人で取れるんだっていうことに気がつ,つ,ついてえっと、まあ、3人ぐらいでねザイッチっていうね会社を起業するんですねでその 初め辞めるときにね、もともと働いてた人から、給料70万あげるから、うちに残ってくれって言うんですけど、当時、堀右モ門は、その案件270万円の仕事を持ってきてたもらってたので、3人で割って90万円だから、給料70万円でもその安いんですよね。自分で仕事取ってきた方が、給料90万円でね、できるからっていうあの感じで、御在地っていうのをね。 作ったそうですでこのオンザエッジっていうのは、その、なんかこう、なんか崖の上を行くみたいなね、ビーズのギリギリチョップじゃないですけれども、まあ、そんな要素と、あとはまあ最先端みたいな、なんか俺たちはその先導を切っていってるんだみたいな意味があったそうです。はじめはそのオンジエッジっていうそのザーの発音はオンジエッジで行こうと思ったんですけど、そのオンザエッジの企業を、まあその会社建てるときに、そのお金をもらうんですね。それはその、 初め3人で会社建てた時にその彼女もね有馬さんという彼女の方がいて彼も一緒にその企業の創設メンバーなんですけど彼のお父さんがまあそのお金持ってる方で,でその彼のお父さんから企業の資金をまあいただくとで実はこの時に今の堀江隆文を形成している部分がまあもう一つあってそれがねその あの自分を運転しないというようなことなんですよね。その運転中もタクシーに乗りながら、まあ、運転手でドライバーにね車乗せてもらっている時も情報をインプットするっていうのは実はこの、えっとね、お金を出資してもらう時の有馬さんのお父さんから言われた言葉なんですね。そそれはその あえっとね、初はじめ、オンザエッジ、オンジエッジっていう名前で行く予定だったんですけれども、ア馬マさんのお父さんが、いや、それはね、G じゃなくて、ザーで行きなさいと言われたんですね。日本語の、の日本語らしい発音にした方がいいって言われて、ザーに書いたんですね。で、あともう一つ、これからは君は、電車に乗ってはいけないと。タクシーを使いなさいと。どうしてですかと。これ、高カさんは、あの、 電車代ケチあの、交通費ケチってね、電車で行ってて、まあ、それが普通だと思うわけなんですよね。そうですよね。電車使いますよね。でもそうじゃなくて、もうタクシーで行きなさい。で、タクシーで乗ってる間に君は仕事をするんだっていうふうに言われて、まあそこから、その、まあ一種、無駄な時間というものはアウトソースしていくっていうような、まあ原体験でも、えー、あるわけなんですよね。っていうものが、まあそこにあったみたいな感じなんです。で、初めはね、ホームページをね、 その運用、うんえっと、代行政策みたいなやっててあの下請けなんですよ外部委託というかそういうやつなんですよ自分の自社サービスを作るところから始まっているのではなくてえっと仕事の外部委託みたいなそういう下請けみたいなところから始まってるそうですでちなみにまあ堀江隆文さんね実業書みたいなさあ、えっと、ビジネス書みたいな結構出してるじゃないですかなんでそういうイメージある かなと思うんですけど実はねめっちゃ初期の方それもやっぱ「音在地」を作った時ぐらいの時にそのホームページの作り方っていうその技術書の方実は出してるんですよね僕これは結構おもろいなと思って堀江さんもそんな技術書出してる時代あったんだみたいなっていうねそれ面白いなそれね面白いなって思いましたはいっていう感じであのそこから始まっていってるんですよね でいきなりなんか自分のサービス作るっていうのは結構難しくて、みんなやっぱやり始めは、なんか外、えっと、代理品っていうんですかね、あの外部委託とかあだい、広告代理店とかね、えっと、藤井進さん、サイバーエージェント作ったね、藤井進さん、サイバー、アメーバ、サイバーエージェントを作った、まあ、アメーバ作ったね、藤、え、井、ー、進さん、藤田進さん、藤田進さんですね、藤田進さんも、あの、 初めはめ、ね、営業の代代理理みたいな、な航空店から出身なんですね。サイバーエージェントってもともとはその営業の仕事なんですよね。っていうそのホリエモンがねよく YouTube でもサイバーエージェント論みたいな話してる時に、まあ、その話をしてるんですけどサイバーエージェントってそのなんか IT とか,なんかそのネット上の,の出身かと思いきや実はそうじゃなくて。 営業が出身の会社であるっていう話してるんですけどそれはやっぱねその藤田進さんがもともとねそこ出身の人っていうのがサイバーエンジンというの一つ面白いところなんですねあの藤田進さんの起業家っていう本がね個人的にはねめっちゃ面白かった読んでて文字折ってるの忘れたぐらい面白かったです映像を見てるような気分でしたそれも 大企業社長シミュレーションゲームをやってるような面白さがありました。これアメーバの成功までの物語なんですけど、追い込まれるとこまで実は失敗し続けてて、赤字垂れ流してるんですよね。っていう、本当だったらこういう苦しい話ってしたくないんですけれども、それをめっちゃしてるんです。いわば失敗談の話をしてるので、この藤田進さんの起業家って話、めっちゃ面白かったです。 読んでる時に本当にね、シミュレーションゲームやってるみたいな感じで、じゃあお前が社長やったとしたらどうするっていうのを毎回尋ねられているような気がして、めっちゃ面白かったです。でね、じゃあお前これできるってじゃあお前がサイバーエージェントこれ黒字化持っていくことできる特にそのアメーバピグとかの,そのブログとかのネット関係の部門。 においてお前やったらどうやってクロジカできるお前やったらできんのかっていうのを常に問われ続けてるような感じがしててもうのめり込むように読んでこれはすごく面白かったですね。ゲームに飽きた人これ、えー、藤田進さんのね起業家っていうねこの本というゲームにね挑戦してみてくださいあなたならどうやってあのゲームクリアさせますかと。 っていう感じでこれ結構ね、ここだけでもね、あのドラマとしてね、あの成り立ってません、ね。ドラマとして見れますね。ドラマ化できても全然おかしくないですね。ずっと失敗してるので。でそこからの這い上がりとかも面白いですよね。その藤田進さんの心変わりとかも面白いです。でまあ、ちなみになんですけど、あのこっちも堀江孝美さんの「我が闘争」というところではね、当時サイバーエンジェントの藤田進さんとのものすごくいいライバル。 関係っていうものが描かれていて、こっちの起業家の藤田進さんの方でも、堀江貴文というライブドアのそのいいライバルみたいなものを、お互いがこう書いてて、お互いが見たお互いのことを書いてて結構面白かったです。堀江貴文さんが見る藤田進さんのエピソードトークが、こっちの我が闘争に書かれていて、こっちの藤田進さんの起業家の方では、その藤田進さんが見る堀江貴文という人物が描かれていて、めっちゃ面白いです。めちゃめちゃ面白い。 どこまで話したっけというのももともと音在地っていう企業が、えっと、めっちゃでかなったのはその一つにねそのこう、えっと、クリック型広告サイトの導入みたいなちょっとあんまよく分かんないですけどマグモグとかちょっと名前めっちゃ忘れちゃったんですけどあのサイバーエージェントをね藤田進さんと一緒にやったなんか事業みたいなのがあってでそれでねサイバーエージェントとオ音在地がめちゃめちゃ大きくなったんですよね。 で堀江貴文ってどんな人物かっていうとななんでなんでですすよよ飛び職技術面では堀江貴文さんがプログラミングみたいなものをねめっちゃやってて営業面では超優秀な藤田進さんが営業とかをやってこの両輪でそのこう ククリック型広告の授業っていうものがめちゃめちゃでかくなってサイバーエージェントとその当時オーザーエッジっていうものがものすごく大きくなったっていうなんかね面白いですよねそこの話としてはねでこの堀江貴文って一体どういう人物かっていうと今とあってはねものすごい授業いっぱい手がけてたりとかしてるのでなんかそういう人かなと思うかもしれないんですけど出始めは土方なんですよねそれはその プログラミングとかはね、ちょっと僕その業界関わったこともないし、関心も持ったことないので、めっちゃ他人事でふわふわした言葉で喋るんですけど、ご本人も言ってたんですけど、エンジニアのたみたいな、ずっとコード打ってる人みたいな人なんですよね。だからその今プログラミングで働いている人たち、SE とかで働いている人たちと変わらないんですよね。でもその なんか堀江貴文はもうそのプログラミングとして仕事をやっていくかっていうなった時点でやっぱり天才なんですよ。でそれはあの高校の時にねなんかこの人たち面白くないなと煩悩な高度情報主義者,主義者だともしくはその九州という田舎で閉じ,閉じ続けている人たちなんだと,というなんかこうおもんなさと同時にプログラミングにめっちゃはまっちゃうんですよね。 でそこでなんか自分でその親から買ってもらったあのパソコンでまあコードを書いたりとかしててその結果まあ大学生でねそのギ,ャンブギャンブル好けの大学生を送ってたんですけれどもじゃあなんか仕事するかってなった時に、まあ、昔ハマってたプログラミングやろうとでその会社先に行って君何できるのって言った時に、まあ、一応全部できますってこれ言っちゃうこと言,言ってることなんですよねなんかいや全然わかんないですそのプログラミングの世界みんなどうなんかわかんないですけど 何ができるの？って言われて、だいたい何でもできますよ。やっぱ言えちゃうところだから、超有能な土方なんですよね。っていうのがまあ、堀江貴文のまし、あ、ゅ。あのまあ、そのビジネスにおける出時感がまも、あ、う結構面白いなというわけなんですよね。はいっていうま感じで、うん、まあ大きくなっていくわけなんですよ。はいで、まあそこからえっとライブドアになるんですけれども。 あの名前変えたのはライブドアっていう会社をね買収したからなんですよね買い取ったからなんですね。でここがまあなんか堀江貴文という人物のまあ一つ面白いところでその会社にいい意味で愛着持ってなくて全てはその利益のえっと最大化を目指すためならばまあそういう会社っていうものは企業の企業というものは手段に過ぎないと会社に愛着みたいなかん考えはないんですよね。 で、ライブドアってなんか当時は音イジよりも名前ものすごく知れてたので、じゃあもうこれを機にライブドアに名前変えようってなって、ライブドアにまあ変えたわけですね。なんだったのかななんかネット関係のケーブルとか、なんか回線とかそういう系の事業だったのかなちょっと忘れちゃったんですけどね。というわけなんですよ。で、えっと、っていう、まあ、こんな感じですね。 出自というか僕がやっぱ気になっているところは誰が堀江貴文を作ったのかっていうところなんです。それは偶然性によってそこにたまたまあった百科事典というものが、まあ、堀江貴文という人物を大きく形成してたのかなでも,もう一つ気になるのは堀江貴文さんがお母さんのことについて、まあ、その。 お母さんは若い時に産んでるので、まあ、ものすごく子育てとか大変だったりとか、まあ、結構なんかよくこう両親ボコられたりとかしてたみたいな話をしてるんですけれどももしもお母さんが東京にいてたなら違う人生を送っていたかもしれないみたいなことを言っていてなんかその性格面例えばそのパイオニア気質とか、まあ、実業家気質みたいな性格面っていうものは、まあ、お母さんの要素が強かったのかなとか思ったりとかね あのなんか思ったたりしましたまあ、お母さんがもし東京に行ってたら違う道を歩んでたっていうのはそれは今でいう堀エモ門みたいなことをに近いまあなんかビジネスとかやってたりとかしてたかもしれないのかなというふうに僕は勝手に解釈してるんですけれどもなんかお母さんにはそういうまあなんか要素があったのかなとかって思ってだからまあそのお母さんがどういう人物であるのかっていうのはまあちょっと気になったりとかしますよね。はいでその ものすごくね、その我が闘争で面白かったのが、リ右モンがね、ずっと切れてることなんですよね。ずっと戦い続けてて、切れてるんです。で、この切れてるっていうのは、なんでこいつらバカなんだろうと思って切れてるわけなんですけれども、この読んでいくと、なんかね、切れる気持ちがね、ものすごくわかる。なんかその、えっと、 その堀江貴文さんの情報を受け取った堀江貴文さんの世界で見ると山切れるなあというかねいう感じがあってものすごくわかるんですでこれはその堀江貴文さんはなんで切れてるかっていうとこいつはバカだなと思って切れてるわけなんですでなんでバカだなっていうとそれはなんかその堀江貴文さんだけが知っている情報があってそれを知らないお前たちってバカじゃないとかなんかそういう優位性の切れじゃないんですよね。 というよりかはいやこういうこれってこのまんま行くとやばいですよねとででもこうすると全員が良くなるんですよとでもみんな <laughs> そっち行かずにみんなでやばい方向を行っててそうやってバカですよねっていう切れ方をしてるんですねあの例えばなんですけれどもその あの野球のね、球団買収もそうだし、テレビの買収もまあそうなんですよね。なんかやっぱ見てて、なんか、切れる気持ちが、なんかすごくわかるというか、あの、Don't Look Up っていう、レオナルド・ディカプリオの主演の,の映画があって、これ、先輩からね、勧めてもらって見て、結構面白かったんですよ。それ、どんな話かっていうと、レオナルド・ディカプリオが、なんか学者なんですよ。で、発見するんですね。やばい地球に隕石来て これ隕石当たっちゃうと地球終わってまうがなっていうことに気づくんですね。ディカプリオが。でそれでアメリカの大統領とかに言うけど、は初め話聞いてもらえなくて、で、だんだんやっていくとみんな話聞いてもらえるんですけど、みんなバカなんですよね。<laughs> というのも、絶対当たって地球爆発するのに、それでその政治的にね、なんか二極化するんですよ。なんかそれでドントルックアップっていうんですけど、その、 な隕石のことを真剣に考えよううぜっていうその地球守るっていう派と、いや、隕石なんて見上げるなっていう謎の,派謎の反対派閥が出てきて、アリアナ・グランデとかも出てくるんですよね <laughs>。とかで <laughs>、ででなんかそのポピュリズムのなんか滑稽さも描いたりとかして、いえいえ隕石当たって地球爆発するやんっていう、なんかそんな,そんな政治運動で若いという場合じゃないやんっていう。 っっていうのをやったりとかそれで何回もね大統領もね「いやもうこの隕石別に大丈夫っしょ」とかって言うけどとかって言ってもその拒否してんのも結構行動として結構合いしで一回じゃあ OK じゃあ隕石潰すわみたいな感じで一人の英雄みたいな人がロケットに乗ってその一人の命を犠牲にその隕石にぶつかって隕石を破壊してその地球の,その破壊を免れるっていうとこなんですけど。 これで話終わるかなと思ったら、なんか急にロケットが、じゃあ降りてきますって言うけど、もうここで、こうロケットと隕石バーンとぶつかってる隕石爆発させたら、地球救われるんですよ。でも、ロケットが急に軌道を反らして、やっぱやめますって言ってこう、軌道を反らすんですね。えー、何してんの、ね、なんて。でそしたら、あの隕石にはレアメタルがめっちゃあるから、あの隕石ゲットしたら、 半導体事業で俺らめっちゃ勝つからあの隕石潰すのやめましたみたいなっていうディカプリをぶち切れみたいな <laughs> その前その前にもぶち切れてるんですけれどもああこれアホ,あのアホが多すぎるなってなってあの地球滅亡して終わるっていうねそんな話なんですよ <laughs> 先輩はあのみんなアホすぎて見るのやめたって言ってあの切れて見るのやめるみたいな現象なんですけど結構面白い面白いんですよね <laughs> 結構,結構ねおもろ話も,うものすごい批判を描いてる作品だなと思ってでそうなんですよで多分その堀江貴文さんにとっては、まあ、世界がそういうふうに見えてるんですよねそのえっとねえっ、ー、とバファローズのね買収の時も赤字を垂れ流し続けてたのでそのライブドアがその 買いい取りますというわけなんです、すこれ全部が美しい合理的な最適解なんですよね。で、この説明なんかやっぱり何回聞いても美しいなと思ってて、まずそもそもとして赤字をその黒字に立て直すために買収してるんですよね。で、しかも、その、まあ、堀井さんのね、動画見たらもう別に僕が説明するまでもないんですけれども、野球ってえぐいぐらい 広告になってるんですねつまりその広告費用を打たなくても選手たちがその毎日ユニフォーム着てそこにライブドアってロゴ載ってるしでしかもそのスポーツに新聞みたいなんだったら毎日その表一面,一面が野球の記事で取り上げられてるから何の広告しなくても勝手にライブドアっていうものが勝手に広告されてるんですよねだかその広告費かからないんですよねっていうすごいことに堀江孝美さんは当時気づいたのは僕だけだったって言ってて「はい天才!」っていうね はい天才ちなみに堀江隆文さんがインターネット授業であこれ俺いけるかもってなった時も感想も当時インターネットっていうものがまだそのカオスな状態の中で自分だけがあの穴を掘ってた時に金塊を見つけたような気がしたって言っててはいこれだから天才は天才と思ってっていうねで実はそのバッファローズの買収の後に楽天やその孫さんのソフトバンクスとかがね行ってるんですよ 堀江貴臣さんが一番最初に言ってるんです。ファーストペンギンやってて、それ気づいたら自分だけっていうね、おもろすぎるっていう話なんですけれども、で、そのバッファローズはめちゃめちゃ赤字垂れ流してたので、黒字にマジを戻すつもりだったんです。それ,がそれこそが経営の,その大事な部分であるから、抜本的な構造の,その変革みたいなことをやろうとしてたわけなんですけど、野球界っていうものが、球団がものすごく保守で閉じすぎてるコミュニティなんですよね。 だから嫌われて、その、買収できないみたい、な買収失敗だったから終わるみたいな、っていうやつなんですよ。なんか、保守保守たちの権力のせいで、その、赤字を黒字に誘うと思ったけど、できなかったっていうね。っていう、でも赤字はずっと垂れ流し続けてるわけだったんですよね。っていうやつなんですよね。テレビ局もね、同じような現象が起こってるんですよね。テレビ局のね、買収するってなった時も、その、 IT のなんか、なんかそのしょうもない若者でのやつが、なんか俺らのテレビ局を乗っ取りに来たみたいな感じになって、その、えーな、な、なったと。 でそこからバファローズの時に救世主としてね、あの報道されてた堀江貴文っていうものを、一気に悪者みたいな感じであの放送するんですよね。で、彼なんていうことはその違法だみたいな、なんかその、金融取引に引っかかってるみたいなとか、めっちゃ非難するんですよね。でも、堀江貴文という人物は、何か案思いついたら、これ必ずリーガル通ってるよねっていうことで、その金融庁に電話して確認取る人なんですよね。なんかそ,そういう人なんですよね。 だけれども、その、テレビ局からめちゃめちゃ非難されるわけなんですよ。堀江隆美さんは何を考えてたかっていうと、今で言うネットフリックスじゃないけれども、そのネットとテレビとかを混ぜ合わせる時代じゃないと、やっていけないということをもう見抜いてたんですよね。だからそのテレビがテレビで閉じてちゃダメなので、そのテレビとネットというものを融合させて、ネット上でもテレビが見れるみたいなことをやりたかったわけなんですよ。だだからで今ののままだとヤバいので の IT の俺らにしかできない技術と組み合わせることでこっちの方が絶対良くなるからっていう道で行ってるわけなんですよねちなみにその堀江高美さんはそのテレビのロゴにライブドアの URL を載せたかったんですよねっていうまあその必ずウィンウィンになるようなことを考えているわけなんですよねでこのままだとやばいよでこっちに行くとウィンウィンですよねっていう世界観を作ろうとしてるけど 保身で負けちゃううっていうなんかそれでキレてるって言っていや分かるなとそのロジック聞くとなんかこの人のキレってなんか天才ゆえのキレというかやっぱバカには理解できないなんか理解してもらえないなんかその悲しさっていうものがあるよなって思ってなんかね共感しました別うんなんか共感しましたね。 なんか僕もそっちのねその保身とかに走っちゃう側の人間なんですけどなんか堀江貴文という人物のまあ見える世界みたいなのがまあやっぱ面白いなと思うわけなんですよねっていうっていうねっていうところで切れてるんですよねでその政治の選挙の時もその 小泉首相のね、えっ、ーえーえー、と、優勢民営化ということで、まあ、日本のネオリベラリズムの、えっ、ー、と、まあ、兆しがやっぱそ,そのあたりと言われてるんですよね。で、その後に、その、堀江隆美さんは、もうその彼のその小さな政府、まあ、その、リベラリズムの推し進めるのはもう僕しかいないとなって、まあ、選挙区出るみたいな、まあ、そんな話もあるんですよね。で、ここから、その、 堀江隆文って何に切れてる人物なのかっていうのが、まあ、結構面白いなと思っててとここからねちょっとテクノリバタリアン的な話になるんですけれどもその前に僕立花明さんの、ね、テクノリバタリアンの話をして、まあ、イーロン・マスクローンみたいなねとかサム・アルトマンとかピーター・ティールとかの話をしたんですけれども、まあ、彼らは、まあ、工,学あと工学的な数理、まあ、モデルを用いたえ合理性の究極的な追求する人たちと、えー たちなんですよねで中にはあの超実力主義な世界がものすごくいいともう小さすぎる政府はない方がいいとその中にクリプトアナキズムみたいな人たちがいてて暗号通貨による無政府主義っていう暗,あ、えっと、暗,暗号技術による無政府主義っていう人たちがいててもうそこはね技術100パー能力100パーの世界の人たちもいてるわけなんですこの世界ではもう 論理的に優れた人間とか、もうその合理性をとかの追求力がめっちゃ上手い人たちだけが生き残れる世界で、他の人たち、我々の8割の人間、まあ、頭の良くない我々は、その、との格差がものすごく開いていくような世界なんですよね。まあ、自由競争ってそういう構図なんですよね。自由競争やっぱっていうのはやっぱりその 富の集中みたいなものがやっぱ起こって現象としてものすごく起こってしまうんですよね。という意味でまあガーファムのまあそういう批判とかがあるわけなんです。富集中している違反っていうね。ていう批判があるわけなんですけれども、これはやっぱ自由競争の一つ生み出してしまう問題点の一つであると。っていうのが、そのリベラリズムのなんかいいところと悪いところというか、その強者がものすごく得をするような世界観に立っているわけなんですよね。 で、まあ、企業が、一つの企業が独り勝ちしたらいいというような世界観に立っているわけなんです。まあ、なんかこう、リベラリズムの人たちを、まあ、批判的に言うなら、こんな感じなんです。で、堀江貴文という人物も、基本的には自己責任論で、リベラリズムのえっと、の人間なんですよね。その、うんそ、そういうわけじゃないですか。で、じゃあ、その、純度の高いリベラリズムかっていうと、 堀江高見さんんははねねそういういいわけではないんでなすよねっていうのはなんかやっぱ見てて思っててでその彼はその税金はちゃんと払うべきだとかっていうのとかはやっぱりちゃんと言ってる人なんですよねとかまあやっぱりその選挙に出るとかもそうですよねとかあとはそのなんかそのえっとあれ何やったっけインボイス制度とかでえっとインボイス反対って言ってる人が終わってるみたいなあれはもともと液税だからその その税金はちゃんと払えよっていう話とかをやっぱりしてたりとかあとはなんかそのベーシックインカムとかの導入とかもこう真剣に考えまあなんかそういう論者を論者としてね言ってたりするわけなんですよね。なんかつまりその日本 っていう国がどうなったら良くなるのかっていうのをまあ、考えてる人なんですよね。だからその企業一党独裁じゃないけど、まあその企業が1人勝ちすればいいというまあ、人物ではあるんだけれども。でもその。あの国民日本全体としてどう良くなるかも。やっぱり考えてる人なんですよね。まあ、その。 そうですよねっていう人物がまあ堀江貴文さんのまあ一つポイントといえる場所で、まあ、究極なネオリベラルな人ではない、まあ、ネオリベラルな一面と、まあ、その国がどう良くなっていくかっていうのもまあ考えている人でここからこれをね岡田敏夫さんはあのジョン・ロールズの、ね、正義論的な分析をしてていや俺それ読まんとなと思って。<laughs> 読んでないからそれ読まんとなって思ったんですけど僕的な個人的な感想としては堀江高臣さんはなんか誰かっていう話になると究極の合理,えっと合理性の追求をしてる人っていう風に見えるのかなって思ってそれはどんな分野にも当てはまっているタイプの合理性の追求をする人って思っててそれはじゃあその企業が勝つというねその市場競争においてに 置いたたとしたらそこでも合理性を追求するわけだしではその福祉的な国家を作るっていうまあなんかその日本にとって何がいいのかっていうところになるんだったらその土壌のフォーマットで合理性の追求をする人なんだなって思ってっていうふうに思いましたね。っていうっていうのがまあなんか僕的には堀江貴文という人物の位置づけはなんかそんな感じになるのかなと思うわけなんですで。 えっと、令和の虎の話になっていくんですけれども、うんとまあ、ここでなんかこうこれまでの話を振り返ると、まあ、令和の虎に出てくる出てきた時の、まあ、堀江孝美さんの、まあ、現象の説明じゃないけどなんかこういろいろ説明できるなと思って、うんとそのまあ、これはね、まあ、ちょっと説明しないんですけれどもそのクリーム美容クリームみたいなものを売るんですよね徐福っていう。えーと かかか会社か分かんないんですけれどもそこで話されてたんですけどそのえっと今死というものは技術的に解決でき得る問題なんですよという話をしててこういう話をしたりする人って結構テクノリバタリアンの特徴的だって。 っていう,ふうに、まあ、立き明さんの本書の中でまあ紹介されててそのテクノリバタリアンの人たちって、まあ、なんか共通することがあってそれは幼少期とかじゃないけど死っていうものに異常に恐れるっていうのを。 まあなんか経験してることがらしくて、なんかね、サム・アルトマンとかもやっぱ死っていうものをものすごく怖いと思ってたりとか、イーロン・マスクとかも、まあやっぱその南アフリカとか、なんかやばいキャンプ、なんかサバイバルキャンプみたいな参加させられて、なんか常に死と隣り合わせにあったとか、やっぱいじめられるとかで、やっぱりその死に近いものを、まあやっぱこう経験してたりとかしてたと。で、当時のそのテクノ、まあそのテクノリバタリアンの人たちが、その、 っていうのはやっぱその死に対するなんか行動を取っていくわけでまあこれってまあその中国の昔の時代の不老不死の薬を求めてなんか日本東,に東洋のになんか日本の国に行くみたいな,なんかそんなノリと一緒の現代版をやってるんですよねで堀江隆臣さんも「我が闘争」の中で書いてたんですけど幼少期にえっと親戚の人が亡くなったことをきっかけに。 死というものの恐怖に何日間か苛まれてた幼少期時代があったっていう話をしててまあなんかね死というものにめっちゃ恐れてる人ってテクノリバタリアンのなんかまああの人のパーソナリティとしてまあなんか関わってくるのかなっていうふうに思ったんですよねでまあそこでえっとやっぱりその今生きてる生というもののまあなんか大事に生きるみたいなことも なんかそういうの行動力につながってんのかなとかね勝手に思ったりします。でまあその予防医療会みたいなのも開いてるんですけれどもでそれもねそのなんで予防医療について力を入れてるかっていうとそっちの方が税金の、えっと、負担を減らすことができるっていう、まあ、そういうロジックもねあるんですよね。なんか常にウィンウィンなんですよね。予防医療というビジネスを立てることと同時に予防医療のビジネスで もうか,いい、ね、かってきてるってことはそれはつまり予防医療によって、まあ、そのみんなが健康になるから税の,その病院とかに使う負担が減ってるからその税収の,その税負担も減るよとだから常にウィンウィンの合理的な追求を 考えているわけなんですよねで、まあ、そのうちの一つとしてまずは、まあ、なんかそ美容商品みたいなのを出してるっていう、まあ、そういう位置づけなんですよね。あの令和の虎で堀江孝文さんがあの美容クリームを出したっていうのはっていう現象ですよね。テクノリバタリアン的な現象なわけなんですよね。であともう一つですね。そのある社長がです、ねまあ、堀江貴文さんという ものすごく偉大な方が出てきたのであの商品とはちょっともう関係ない質問しちゃって「え堀江さんって今,今後どうするんですか?」みたいなどう「どういう世界を描いてるんですか?」みたいなであった時のそのまず質問その質問っていう現象っていうのとあとそれに対する答えはなんかそのいやもうなんか僕の脳みそが AI とかのなんかつないで,でみんなに僕が見えてる世界を見せるんですみたいなのがか。<laughs> 堀江貴文さんのアンサーこのまずそもそもの質問とアンサーがまあ両方をあのテクノリバタリアン的な現象と文化資本的な現象の中でまあ起,こりう起こりうる事象やなって思ってまずその質問としてはそ,のそんな何でも知ってる堀江門さんって一体どこにたどり着くんですかっていう質問ってまあこういう質問って一種のあれなんですよ。文化資本の格差による 文化資本とか知識量の格差による宇宙の隔たりの質問なんですよね。なんですよ。何か何考えているのかわからないっていうのはものすごく情報の格差というか非対照的なものがあるわけなんですよね。だからああいう質問をするんですよね。っていう現象ね。現象。っていうのがあのねえっと青汁王子と与沢翼さん。 のと堀江貴文さんがなんかえっとなんか飲んでる YouTube 動画とかでも同じ話があってちょっと青汁王子のそのちょっと名前忘れちゃったんですけれどもあのそこでまあ堀江貴文さんのまあなんかこう勉強になる話みたいなした時になん,かなんかその片方の一人が「えなんでそんな詳しいんですか?」って言ったら。 堀江高美さんがその「いやこんな常識だよ」って言ってね軽くあしらうみたいなそんなやり取りあるんですけどこれブルルー的やなっって思ったんですよねこれどういうことかっていうとその文化資本が高い人と低い人って物事に対する感動度が変わるっていう話があって例えばその映画めっちゃ見てる人と映画めっちゃ見てない人って 感想が変わるんですよね。でその映画全然見てない人にとって、その例えばその、あのスズメの戸締まり見たとき、えー、めっちゃよかった、みたいな。うん忘れられへ映画めっちゃ泣いた、みたいな、ね。めっちゃ感動的にね。なんかその感情の支出量お、おっきく喋る傾向があるんですよね。これは文化賞も低い人の傾向なんですよ。 あの全然本読まない人が1個の自己啓発本なんで「俺この本マジすごいと思って人生変わった」みたいなこういう感想もついてってブリューデフ的に言えば文化資本の低いあの感想なんですねで一方文化資本の高い人つまり毎日なん映画見てたりとかめちゃめちゃ読書量多い人たちっていうのは1個の作品による感動量低いんですよね無感動な感想を喋っちゃうこと多いんですね あのスズメの戸締まりとかね見た時にあまあまあ国民的な台風を,を背負ってるような作品やったねみたいなだけ以上みたいな感じでまあそのなんか無感度になっちゃうんですよ。でこれがこの感情の際っていや僕,アホ僕今もアホなんですけどめっちゃわかるなって思ってなんか本千冊読む前と読んだ後の自分のなんか感動の抱き方みたいなのも。 めっちゃ分かるなって思って、なんか両方経験してるんで、僕。だからその、ものすごく俺感動したみたいな、と同時に、なんかめっちゃあしらってる人見て、えあしらってんのみたいな、その程度の感動な、みたいな、思ってたけど、実は、えこれめっちゃ良かったの、この人分からんのかなみたいな。実はそうじゃなくて、向こうの人が分かりすぎてて、自分が分かってなかったっていう現象なんですよね <laughs>。っていうのがあるんですよ。 でその返答なんですよその堀江高美さんのいや別にこんなその常識だよっていったそのあしらい方っていうのはあの無感動の人の,ああのレスポンサーあるあるなんですよね <laughs> っていうのがあるんですよ。とはいえ一方その情報の非対称として文化資本とか知識量が その堀江さんと比べるとない方にとってはものすごくこう大きな存在に見えてしまうんですよね。っていう質問の現象なんですあれって。でそれを聞いた後の堀江貴文さんのいやもう僕はねそのなんか AI みたいななんかもうそういうのを駆使して僕の脳みそをみんなに見せてあげたいみたいななんかそのそういう謎のシンクロみたいな脳みそを共有させたいみたいな言っててこれもね結構テクノリバタリアン的な発想なんですよね。 SF チックなな話をするじゃないですかでそのテクノリバタリアンって結構 SF の影響を大きく受けたりしてるよねっていう話とかもあってそのイーロン・マスクの原体験もなんでロケット飛ばすかっていうと SF を呼んだからなんですよね。で SF を読んでそのえっと SF を呼んで、えっと、SF を呼んで その俺がみんなの地球人を守ってみんな火星に行って地球の滅亡を来た時でも俺がみんなを守るんだっていう強い SF 魂に突き動かされてスペース X を作ってるんですよね。で他の創業者とかもそんな感じです。あの、えー、とサマールトマンとかも呼んでたんがちょっと誰がどう呼んでたか覚えてないんですけどなんかそういう傾向とかにあって。 で彼らがその信じているというかイーロン・マスクはそのシミュレーション仮説っていうものを強く信じてるんですよねでこれは何かっていうとあのこの世界はシミュミレーションでできているっていう仮説なんですねもし我々はシミュミレーション世界を作り出すことに技術的に作り出すことに成功したならばこの世界は上位のものによって作り出されたシミュミレーション世界であるっていう、まあ、哲学的パラドックスみたいな話で、まあ、あるわけなんですよね でなんかこの感覚って、なんかその僕、企業の、なんか、企業家の話とかを聞いてると、この感覚を抱かないと、実業家としてやっていくの大変なんだろうなって思ったんですね。つまり、シミュレーション仮説、これ、東洋とかだったり、ね、有意識思想とかなんですよね。 この世界は全てその夢であるじゃないけれどもただ四季があるだけでこの世界に見えるものは荒屋敷という脳みその中にある荒屋敷っていう部分が作り出したなんかその世界に過ぎないと。ショーペンハワーで言うとこの世界は意思と表彰、意思の表彰であるかちょっとわかんないですけどね。まあ、そんな感じなんですよね。表彰に過ぎないと。本質ではないみたいな。この考え方ってその実業 マインドだとこのマインドセット持った方がやりやすいんじゃないかなって思うんですよねなんかそのえっとね杉本博之さんのね本とかもすごく面白かったんですけど400億借金抱えたりとかするんですよねだからその人が首つって死んじゃうとかね警察に捕まっちゃうみたいな現象があるわけなんですよなんかでかいことをやってる人たちってビッグなことをやってる人たちってなので一 一般の認識論だと、この世界に耐えられない苦しみとかがあるわけなので、なので、マインドセットとしては、この世界はすべて、その、荒い地域によって生み出された書状に過ぎないだったりとか、この世界はシミュレーションであるって思った方が、前に進みやすいんですよね。って勝手に思いました。なので、まあ、その、堀江隆美さんのね、その SF チックな回答とかも、まあ、なんか一種そういう信念とかとも関わってるのかなとかね、勝手に思ったり思わなかったりするわけなんですよね。はい。 という感じでね、その令和の隣に出てきた堀江貴文さんを見たときに、まあ、なんかこれ、こ、このやりとり、堀江貴文さんのやりとりで、もう堀江貴文さんという人物の説明っていうものが、まあなんかできるなと。この程度なんですけどね。あの、あ,あの、あの、まあ、しょっぱい程度のね、えー、説明しかできないんですけれども、まあこう まあなんかちょっとやりたいなと思って。で、あとね、僕自身も、あの、堀江隆美さんのことはやっぱりものすごく尊敬してるし、僕の原体験でもやっぱりあるので、まあなんかこう喋る機会が作りたかったので、まあ、喋ってみました。はい。という感じでね、えっ、ー、と、気持ちよく喋ったなと思います。はい、では、また明日もね、最高の日にしましょう。ではまた、バイバーイ。